山梨宮沢賢治小さな谷川の底を映した二枚の青い幻糖です。15月2匹のカニの子供らが 青白い水の底で話していました。クラムボンは笑ったよ。クラムボンはカプカプ笑ったよ。クラムボンは跳ねて笑ったよ。クラムボンはカプカプ笑ったよ。上の方や横の方は、青く、暗く、鋼のように見えます。 その滑らかな天井をつぶつぶ暗い泡が流れていきます。クラムボンは笑っていたよ。クラムボンはカプカプ笑ったよ。それなら、なぜクラムボンは笑ったの知らない。つぶつぶ泡が流れていきます。カニの子供らも、 続けて五六粒泡を吐きました。それは揺れながら水銀のように光って、斜めに上の方へ登っていきました。つーっと銀の色の腹を翻して、一匹の魚が頭の上を過ぎていきました。クラムボンは死んだよ。クラムボンは殺されたよ。 クラムボンは死んでしまったよ。殺されたよ。それなら、なぜ殺された兄さんのカニは、その右側の四本の足の中の二本を、弟の平べったい頭に乗せながら言いました。わからない。魚がまたつーっと戻って、 下の方へ行きました。クランポンは笑ったよ笑ったにわかにパッと明るくなり、日光の金は夢のように水の中に降ってきました。波から来る光の網が、底の白い岩の上で美しくゆらゆら伸びたり縮んだりしました。泡や小さなゴミからは、 まっすぐな影の棒が、斜めに水の中に並んで立ちました。魚が、今度はそこら中の金の光を丸っきりくちゃくちゃにして、おまけに自分は鉄色に変に底光りして、また神の方へ登りました。お魚はなぜあいったり来たりするの弟のカニが眩しそうに目を動かしながら尋ねました。 何か悪いことをしてるんだよ。取ってるんだよ。取ってるのうん。そのお魚が、また神から戻ってきました。今度は、ゆっくり落ち着いて、ヒも尾も動かさず、ただ水にだけ流されながら、お口を輪のように丸くしてやってきました。その影は、 黒く静かに、そこの光の網の上を滑りました。おそこのを、その時です。にわかに天井に白い泡が立って、青光の、まるでギラギラする鉄砲玉のようなものが、いきなり飛び込んできました。兄さんの蚊には、はっきりと、その青いものの先がコンパスのように黒く尖っているのも見ました。 と思ううちに、魚の白い腹がギラッと光って一ひるが翻り、上の方へ登ったようでしたが、それっきり、もう青いものも魚の形も見えず、光の金の網はゆらゆら揺れ、泡はつぶつぶ流れました。二匹は、まるで声も出ず、いすくまってしまいました。 お父さんのカニが出てきました。どうしたいブルブル震えてるじゃないか。お父さん、今おかしなものが来たよ。どんなもんだ青くてね、光るんだよ。端がこんなに黒く尖ってるの。それが来たらお魚が上へ登っていったよ。そいつの目が赤かったかい わからない。うーん。しかし、そいつは鳥だよ。カワセミというんだ。大丈夫だ、安心しろ。俺たちは構わないんだから。お父さん、お魚はどこへ行ったの魚かい魚は、怖いところへ行った。 怖いよ、お父さん。いい、いい、大丈夫だ。心配するな。そら、カバの花が流れてきた。ごらん綺麗だろう。泡と一緒に、白いカバの花びらが天井をたくさん滑ってきました。怖いよ、お父さん。弟の蟹も言いました。光の網は、 ゆらゆら伸びたり縮んだり花びらの影は静かに砂を滑りました月カニの子どもらはもうよほど大きくなりそこの景色も夏から秋の間にすっかり変わりました 白い柔らかな丸石も転がってき、小さな霧の形の水晶の粒や金雲ものかけらも流れてきて止まりました。その冷たい水の底まで、ラムネの瓶の月光がいっぱいに透き通り、天井では波が青白い火をもしたり消したりしているよう。あたりはしんとして、ただいかにも遠くからというように、 その波の音が響いてくるだけです。カニの子供らは、あんまり月が明るく水がきれいなので、眠らないで外に出て、しばらく黙って泡を吐いて、天井の方を見ていました。やっぱり僕の泡は大きいね。兄さん、わざと大きく吐いてるんだい。僕だってわざとならもっと大きく吐けるよ。 吐いてごらん。ほや、たったそれきりだろいいかい兄さんが吐くから見ておいで。さあね大きいだろ。大きかないや。同じだい。近くだから自分のが大きく見えるんだよ。そんなら一緒に吐いてみよう。いいかいら。やっぱり僕の方大きいよ。 ほんとかいじゃ、あもう一つ履くよ。ダメだいそんなに伸び上がってはまたお父さんのカニが出てきました。もう寝ろ寝ろ遅いぞ明日いさドへ連れていかんぞお父さん、僕たちの泡どっち大きいのそれは兄さんの方だろ。う。そうじゃないよ 僕の方大きいんだよ。弟のカニは泣きそうになりました。その時、とぶん。黒い丸い大きなものが天井から落ちてずーっと沈んで、また上へ登っていきました。キラキラと金のブチが光りました。カワセミだ。子供らのカニは首をすくめて言いました。 お父さんの蟹は、遠眼鏡のような両方の目を、あらん限り伸ばして、よくよく見てから言いました。そうじゃない。あれは山梨だ。流れてくぞ。ついて行ってみよう。ああ、いい匂いだな。なるほど。そこらの月明かりの水の中は、山梨のいい匂いでいっぱい。 倍でした三匹はぼかぼか流れていく山梨の跡を追いました。その横歩きと、そこの黒い三つの影帽子が、合わせて六つ、踊るようにして山梨の丸い影を追いました。まもなく、水はさらさらなり、天井の波はいよいよ青い炎を上げ、 山梨は横になって木の枝に引っかかって止まり、その上には月光の虹がもかもか集まりました。どうだ、やっぱり山梨だよ。よく熟している。いい匂いだろう。美味しそうだね、お父さん。待て待て、もう二日ばかり待つとね、こいつは死体沈んでくる。 それから、一人でに美味しいお酒ができるから。さあ、もう帰って寝よう。おいで。親子の蟹は、三匹、自分らの穴に帰っていきます。波はいよいよ青白い炎をゆらゆらとあげました。それはまた、金合石の粉を吐いているようでした。 私の言動は、これでおしまいであります。